いです。ほら、来た。東京から30分くらいだったね。着いたしました。ホテルに着くまでにいっぱい買い物しちゃったね。パールスターホテル熱海くるみ餅食べんの早くない？隣からさ、うまっていうさ声だけさ聞こえてきたんだけど。そう、食べよう。いただきます。くるみ餅粉がデニムに全部ぶっかかってる。チラさ、好きな食べ物の結構似てない？団子と全部おばあさん。ここはなんかホテルだけど露天風呂がついてるから、うちら2人で旅館泊まったらキモいじゃん、なんかカップル感みたいな。やっぱ友達とはこれホテルでさ、フロントもめちゃくちゃ広い、めっちゃ綺麗ね、うん、熱海に来た際はぜひ友達旅行の際は使ってみてください。しかも部屋に露天風呂がついてるらしいからめっちゃいいよね。普通に温泉もあるらしい。温泉プラスみんなの入る大浴場もあるけど、部屋風呂もある。あとで買ったお土産を紹介したいと思います。めっちゃあるよね。めっちゃある、もう買いすぎた一気に。なんか私自分ほど無駄遣いする人ってあんま見たことないんだけど、結構同じテンションで無駄遣いしてくるから、なんかマジで一緒にいると本当無駄遣いの無駄遣い友達みたいな。荷物やばいやばい、行きから荷物やばい、だってマジで荷物やばい。この白いやつ は, 袋は全部お土産。これもだよ、これこれもこれもね。タワーマンションみたいじゃない？タワーマンみたいじゃない？タワーマンでしょ？ありがとうございます。じゃん、広い。え、広くない？めっちゃいいじゃん。え、しかも見て、なんか畳みたいな。え、ここってどうしたか？うちらのルールでここまででしょ？うちらのルールでここまで。ダメだよ、ここからは話ね。え、やばー。え、めっちゃいいじゃん、ここ。え、見て、見て、これ、電気つくの？え、やばくない？しかも目の前が海なの。海めっちゃいいよ。じゃあ使ったら、ジャグジーが専用する品種ができますから、それ用意するためのものは全て無料です。待って、ビールいっぱいあるよ。ビールあるじゃん。いっぱい買ってきたのにね、いい、全部飲んじゃおう。え、すごい。 YouTube と Netflix も見たい。Netflix と YouTube 見れるって。こちら洗面所。洗面台めっちゃ綺麗だよ。ここにもシャワーがあるの。アメニティもとても。はい、あとお手洗いもありがとうございます。どうも、失礼いたしました。ありがとうございます。お茶目。最近さ、なんかさ、旅館的なとこ泊まったからさ、ホテルっていいよね。なんか言ってたよね、旅館。じゃーん。え、見て、こっから見える夜景が綺麗です。やばい、しかもここ寝っ転がれる。え、あったかいかな、ちょっと触ってみてみ、こういう。熱い？ぬるい。あ、ほんとだ、ちょうどいい。ちょうどいい。こっち温める？温めれないよ、だって温泉だもん。あ、でもちょうどいいと。どっちのベッドがいい？こっちがいい。私こっち。あ、いいよ。じゃあ、イエーイイエーイ。私のこの洗濯良くない？こんな朝綺麗だと思わなかった。めっちゃ綺麗。予約した時。あ、ほんと？写真よりいい。ほんと？めっちゃいい。部屋のライトを消して温泉だけつけたらこんな感じで、とってもセクシーな雰囲気。え、これめっちゃいいよ。こういうロマンチストのタイプだったんだね。ここ全部消そう。一回全部消そう。このホテルいいね。めっちゃいい。おすすめだね、これは。うん。あ、待って、熱い。
ちゃいいやん。ちょうどいい。あ、気持ちいい。かわいい。うん、かわいい。マジ気持ちいい。最高。最高。最高。腹減った。最高。え、マジ気持ちいいよ。やばい。早く入りたい。入りたいし。すみません。やっぱりたいニューヨーク人はみんな望んでるかもしれない。そう、みんなねニューヨーク人はね望んでるので、ちょっと撮らせていただいて。もうちょっとアップの方がみんな嬉しいかな。あ、もうちょっとこっち寄ります、ね。セクシーな髪型。何その格好、キモいから。どうでしょうか、皆さん。この貴重なニューヨークシーンは。カメラマンやってくれて優しいです。あ、いいじゃん。かわいい。あったかいね。あったかいね。あったかいね。とろみがあるお湯。入ったらあったかい。気持ちいい、めっちゃ、このお湯。いいじゃん。あったかい。マジ。後ろ姿だと思う。あ、いいね。映えるね。映えるよ。うん。あとでもまた入りまーす。バイバーイ。夜ご飯来ました。日本懐石料理。でーん。乾杯は。お疲れ様。美味しいですね、マリ。美味しいです。こちらの、料理長特別解析、はい、こちらの高い方のやつにしました、はい、せっかくですので、はい、読んでいただいて、はい、前菜。最初から読めませんね。最初の1文字目から読めませんね、前菜の次が。なんて読むんだろう。刺し台。私分かんないな。天ぷらとか、あ、うなぎも前菜でございます。みんなにも見せてあげたいわ。じゃーん。この村木さんはイクラアレルギーなのでイクラが食べれません。エビだね、エビ。うん、うん、エビに変えてくれた。私できる彼氏だからさ、やっぱ彼女の苦手な食べ物とかアレルギーとか把握しちゃって、うん、ちゃんとそれも言えるタイプで、うん、私結構できる彼氏タイプだった。何でもやってるんです。新幹線の予約も全部私がやるんだから。ホテルの予約も私がしました。私ついてってるだけだから、ね、結構できる男だよ。私何もやってんの。うまい。懐石料理食べる速度じゃない。マジ吉野家前のめり。うお正月っぽくていい。うん、美味しい。1月って感じ。カルノコうまタコだ。タコ。タコ。タコ。何これ。何これ。うまっ。うまい。これ食べてみよう。すごいよ、これ。イクラの入った。この緑のやつ。うわ、うまい。絶対そう。美味しい。うなぎ。こちらの名古屋人。ひつまぶし。ひつまぶしってさ、地元でもつまぶし食べる？食べん。でもそれは普段仕事頑張ってるからじゃない。うん、よいしょ。このうなぎ美味しい。うまい。うまいね。ふわふわ。天ぷら来た。天ぷら美味しそうなんだけど。でん。
ま、うん、エビ食べよう。ま、エビ。ま、うん、エビも。これね、おいしい、おいしいやつ。白子。魚？白身魚。椎茸も入ってる。椎茸嫌い？食べれるの？食べれるの？見た。うん、もうグレープフルーツジュースで流し込んでる。子供がやるやつ。ジュースで流し込むやつ。あ、でも大人になると食べれるようになるじゃん。刺身食べなかったの？そう。私が食べれるものといえば、うん、肉、うん、カレー、シチュー、うどん。私、八百屋のさ、孫だったからさ。え、そう？ばあちゃんとじいちゃん、八百屋さんだったから。本当何でも食べれるよ。だから、好き嫌いなの。食べさせられた、ちっちゃい時。運動できる？運動？うん。できない？できなさそう。嫌い運動。特に球技。よかった、できないとこ見つけた。球技マジ嫌い。嫌いそう。ドッジボールとかマジ嫌いそう。いいなぁ。いつもビビっとった。でもビビりながら、いつも最後まで残るタイプ。行く？うん。あ、これ？うん。これが最後だな。あ、ほんとだ。あとご飯で終わりだ。意外とすぐ終わったね。うん。ちょうどいい。ちょうどいい、ちょうどいい。ちょうどいい。日本を感じられました。やっぱ日本の良さを感じられましたね。韓国に行ってたら寒すぎて、でも韓国行ってたら思ったより寒い出るんだよね。楽しめなかったかな、うん、ゆっくり寝て、ゆっくり寝て、明日12時チェックアウト。早くない？普通だろ。モールの予定としては7時にご飯食べて7時半に部屋戻って15分入って寝る。最高。そうしよう。あんじゃね、あんじ。なんか、あんじやろ？柿。柿。柿。なんじゃねえかな。あ、メロンね。ね、メロンめっちゃうまい。頑張り。なんか、お腹いっぱい。ごちそうさまでした。やばい、これ。私も食べきれないと思って食べると。ごちそうさまでした。ご飯食べて爆睡してました。隣で寝ております。私より眠り姫。温泉行こう。温泉じゃあ大浴。温泉さん、4、5回ぐらい夢の中で、うん、温泉入ってきます。お風呂出ました。パクナーパクナーてか、マジ良かったよね、お風呂。めっちゃ良かった。大浴場が良すぎて、めっちゃいいわ。本当に貸し切りだったんだよ。閉館間際にいたんだけど、でもちゃんと12時には出たよね、うちら。12時までしかやってなくて、12時には出ました。そんで、今からお土産買ったもの紹介しようかなと思って。私が使ったのはこちらのパック。買ったもの紹介します。まずはこの、地ビール。え、これさ、待って。蓋開けるやつあるか？え、あるでしょ。あ、それだ。これだ。これ、地ビールの、ブラックとレッドと青全部買いました。あ、これね、人気だった磯の恵み。これは海苔。なんかお味噌汁とかラーメンとかスパゲッティ、温かいご飯におかかと混ぜて醤油で、お味噌汁にもお茶漬けにも海苔です。あとこれは静岡ほうじ茶。これは村木さんが買ったものですね。そうです。お部屋、これも買いました。バズってるオルビスのヘアミルク。あとこのフルーツトマト。え、これ食べない？無理です。みっちゃんのフルーツトマト。美味しそう。いや、マジ美味しそうだよね、これ。トマト大好きなんだけど。食べよう。パックのやつ、これ。あ。美味しい。待って。あと買ったのは、桜エビせんべい。美味しいね、このトマト。今からこのビリちゃんをね、
これはここにあったやつ。こちらの梅じゃこ、私たち梅好きだよね。うん、梅マジ好き。茶漬けにおにぎりの具にだって、わさび海苔、うん、今日の夜ご飯のご飯にこれつけて食べたかった。え、食べたかった。これめっちゃ美味しそうじゃん、うん、てかこれ食べたいね。イカの塩辛、今からビール飲みます。イワシの醤油焼きですね。私はホタテ買ったの。貝ひも、エビの味噌汁。おそろかわいくな。おそろハッピーターンの桜エビ味。いや、おせんべいかい。エビ合わせ、詰め合わせ、イエーイ。いや、下手、怖い。さっきやったらばさ、うまっ、うまいじゃん。うまいじゃん。え、マジ居酒屋で働いてたの？昔働いてたよ。でも1回目は絶対失敗するっていうさ、何？いただきます。いただきます。乾杯。うまっ。めちゃくちゃ、ちょっとちょっと。おいしい。あ、おいしい。でも飲みやすいかも。おいしいよ。こっちの方が冷えてる、なんか。え、開けよ、食べよ。これむくみそうだね。あ、これ食べる。イエーイ。箸合うのかな。箸、これ箸入れるでしょ。うちら渋いんだよ、食べるもの。ちょっとスキンケアの途中間なので。あ、もしもし、すいません、今お箸頼むんですけど、お水も一緒に足していただきます。バッグってさ、しすぎるの良くないけどね。え、私昔さ、朝までしたことあるの。あ、シパキになるよ、肌。嘘。もう次の日の感想、やばい。マジで5分ぐらいがちょうどいいよ。15分じゃなくて15分長い。乾いてきちゃう。肌荒れしてさ、でも全然メイクしてるとわからなくない？なんかさ、ボコボコはなくなったんだけどさ。私もそれ買った。乾燥するやつだよね。これめっちゃいい、でも。これ塗ると、ニキビが悪化しない？なんか、部分的に塗ると。そうだよね。これはめちゃくちゃいいです。これ、ドクタージェルトのやつよ。しかもさ、これ白くなるよね。うん、なる。見て。ポスカ塗ったみたいな。ポスカ、落書きされた女。なんかさ、お土産先に買うといいね。食べれるね。だから言ったじゃん。だいたいさ、買いに買うよ。こちらいつも見つけてすぐ買うよ。チャンスを逃さない。チャンスを逃さないから荷物が増える。あ、こっち？うん。私が買ったホタテね。うまい！来た。ありがとう。これで塩辛食べれるね。ちょっと食べてみるね。うん。ま、これはお酒が進むやつ。うまい、うん、え、おいしい。お酒が進まない。うん、うちらもジジイとバカやん。塩辛食べたらマジでビール飲んじゃう。明日顔パンパンになりそう。塩辛ってさ、普通にさ、ジャガイモにしかつけないと思ってた。え、普通にお酒のおつまみじゃないの？イカの塩辛？うん。すごい顔してる。これを全国にさらすの。うん。ブツブツができたときはこれを塗るといいよ。これでもいいよね。うん。これいい。うん。やっぱドクタージェルトの製品はいいんだよ。え、うまっ、これそれ美味しいよね。うん、私が美味しいって言ったんだよ。それは分かったね。うちらどんだけ塩分取るの。塩分過多。これ下顔パンパンやん、マジで。いいじゃん、素敵な。顔にポスターついてるし。こっち見てる。結構自分の顔見たことある？ない。落書きされたピエロ。見せて。めっちゃ可愛いよ。可愛くね。しかもなんか普通ありし。おでこつやつや。おでこつやつや。おはよう。昼食バイキング来ました。昨日は夜中まで二人で酒飲みながら4時ぐらい寝て、朝食バイキングは食べたいので頑張って7時過ぎに起きました。ご飯のために。ご飯がね、すっごい豪華でしたよ。ビュッフェ。私は和食も食べたいんですが、とりあえず洋食を取った。オムレツとパンがいっぱいありましたね。
スープとなんかなぜかちょっと中華が少しだけあります。いただきます。じゃん。まあ、私はオムレツにケチャップをたくさんかけたいタイプです。てか昨日夜食べ過ぎてお土産買ったじゃないですか。あれを何をそんないっぱい食べたかも覚えてないんだけど、ズボンが昨日より苦しい。ズボン昨日より苦しい。昨日でもさ食べたけどさ、昨日ベタベタなんだって。そんなさ、でもあのヨーグルトのお酒も開けたもんね。全部食べるから。オムレツがバカな、なんかしかも人少ないし、まず全部選んでるよ。でもさ朝早いからね。うん、起きるで二度寝するからね。うちらご飯にだけ気合で起きるっていうの、食いしん坊。この子は何なんだろう。うちはなんかカスタードが入ってる。うん、いいよ。これマジうまい。私クランベリーパン。これクリームパン。うん、うちら3時間も寝てないの。寝てない。何してたんだろうね。AKB さんの映像見てたよね。ずっと昔の夏目の思い出見てた。うちらの学生時代。マジでそれね。マジのオレンジ。うん、サジーネーブル。美味しい。栄養に良さそう。じゃーん。トリュフ醤油にした？うん。お味噌汁いただきます。うん。いっぱい食べたよ。うん。あなたせんべいずっと食べとったよ。あ、夜中の話？うん。お腹はもうおかしく生きたよ。お菓子も食べてたし、うん、お酒も全部飲んだ。確かにね、うん、結構飲んだよね。でもあんま酔わなかったよ。なんか酔わなかったね。やばい、かっけごと。こんなん美味しいに決まってんじゃん。美味しかったよ。いいね、オーサンビュー。美味しいの？うん、苦しすぎる。もう一回卵かけご飯を食べることにしました。やばいよ。もうでもさ、フルーツより卵かけご飯が食べたくなって。フルーツやりたの？うん、自分の気持ちに素直になる。人増えてきたね。みんなこの時間が昼8時。早いから。では寝たいと思います。おやすみなさい。おやすみなさい。お腹いっぱいすぎて寝れないので一瞬お風呂に入ります。見て、超いい眺め。眩しい。ちょっとバスタオルを巻いていないので気をつけながら撮ります。高い。暑い。暑いよね。気持ちいい。最高。気持ちいい。最高すぎるんだけど。最高。ご飯食べて温泉は最高。なんで今からも寝れるんだよ。寝るよ。早起きしてよかった。あー、この日に当たってる感じがいいわ。まあ朝一は日を浴びた方がいいよね。セトロニンだっけ？セロトニン。セロトニン。セトロニン。セロトニンじゃない？セロトニン。最高だー。最高。この眩しさもいいね。うん、お風呂出たので仮眠しまーす。髪ぼさ。おやすみなさーい。おやすみなさーい。のぼせるぐらい温まった。暑い。暑いよね。